楽天ダイヤモンド会員でお買い物が大好きです。5990円のBプレーンの福袋を購入しました。今はもう販売していないのですが、内容が良かったのでご紹介できたらなと思います。うさくま、うさくま、うさくま。 まず気になったのはこちらのヘアターバンです。Bプレーンのキャラクタービーンちゃんのぬいぐるみがついています。糸がぴょこっと跳ねているのが気になりましたが、しっかり作られていて可愛いです。頭につけるとこんな感じです。続いて緑豆クレンジングオイル、楽天で2890円で販売しています。使用期限まで2年2ヶ月ほどありました。ずっと気になっていたクレンジングオイルです。緑豆エキスはもちろん、緑豆根、緑豆芽、緑豆種エキスなど洗浄に効果的な緑豆成分をたっぷり閉じ込めたクレンジングです。サラサラした軽やかな使用感のオイルです。皮膚刺激テストを行っていて、敏感肌でも優しく使用することができます。肌になじませる過程で余分な皮脂とブラックヘッドが柔らかく溶けてくれて、メイク落とし用だけでなく皮脂やブラックヘッドケア用としても使えるアイテムです。テクスチャーは水のようにサラサラしてます。洗い上がりに肌が突っ張るような感じはありません。続いて緑豆弱酸性クレンジングフォーム、楽天で2290円で販売しています。使用期限まで2年4ヶ月ほどありました。こちらは肌の洗浄に効果的な緑豆エキスを配合した洗顔料です。肌に優しい弱酸性 pH5.5 以内の弱酸性アイテムで刺激なく使うことができます。ベースメイクはもちろん PM2.5 の汚れもしっかり落としてくれるそうです。実際に泡立ててみます。泡立ちは優しくてふわふわさっぱりした泡でした。もっちり系の泡が好きな人にはちょっと物足りないかもしれないです。続いて緑豆バブルオシオフマスク、楽天で1箱あたり1195円で販売しています。使用期限まで1年11ヶ月ほどありました。持ち運びしやすく清潔に使える個包装のアイテムです。粘土のようなクレイが泡に変わってくれて、パックから洗顔までこれ一つで完了できるというアイテムです。敏感肌の方のレビューを集めてリニューアルをしたそうで、バブルパックにありがちなシュワシュワした刺激感がほぼありませんでした。細かくて繊細な泡が肌に優しくていいなと思いました。実際に顔に使ってみると、結構薄く伸ばさないと顔全体に塗ることはできなかったです。一袋だと顔全体に使うにはちょっと量が少ないなと思いました。なんか顔の上で泡がパチ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 と弾けています。続いてカモミール弱酸性トナー、253円相当のアイテムが入っていました。使用期限まで2年10ヶ月ほどありました。肌の鎮静保湿効果があるカモミール化エキスを配合しています。 pH5.5 前後の弱酸性で肌に優しく使用することができます。ベタつき感がなく潤うウォータータイプでさっぱり使用できるのがいいなと思いました。534円相当のパックが入っていました。バンブーヒーリングマスクが気になったので詳しく見ていきます。美容液はたっぷり 10.5g 入っていました。精製水の代わりに 82% 蓄水を使用した高濃縮シートマスクです。 100% 天然由来のシートがお肌に優しくフィットしてくれます。薄いシートが顔にぴったり貼り付いてくれて気持ちいいです。10分経ってパックを剥がすとお肌がしっとりしていました。続いて BHA ピーリングアンプル、楽天で2190円で販売しています。使用期限まで1年11ヶ月ほどありました。敏感肌にも使用できる低刺激のピーリングアンプルです。夜のスキンケアで使うと硬くなった角質を眠っている間に柔らかくして、翌朝の洗顔で自然に角質を落としてくれるというアイテムです。
角質ケアに効果的な BHA と鎮静効果がある緑茶水を配合しています。このアンプルは夜の使用を推奨していて、日中に使用する場合は日焼け止めを必ず塗ってください。私はお肌のザラつきが気になった時にたまに使うようにしています。今のところ刺激感が出たことはありません。肌の手触りやザラつきが改善されるので気に入っています。他にもおまけのトライアルセットが入っていました。少しずついろいろなアイテムをお試しできて嬉しいです。またおまけにエコ回路も入っていました。袋の中には小豆が入っていて、電子レンジで40秒ほど温めると温かい回路として使うことができます。思った以上に熱々です。小豆のいい香りがします。結構温かいので一緒についているモコモコケースに入れるとちょうどいい温度で使うことができます。5990円の福袋には9352円分の商品とおまけが入っていました。普通に買うより3362円お得でした。今回のイチオシはクレンジングオイルです。もともとこのクレンジングオイルを使ってみたくて買った福袋だったのですが、使用感もとても良くて福袋を買ってお得にゲットできて良かったなと思いました。テクスチャーは水のようにサラサラしていてベタつかず、メイクの汚れも綺麗に落としてくれました。強い香りもなくて気になるところが特になく、最近バームタイプのクレンジングばかり使っていたので、このクレンジングオイルも併用して使っていきたいなと思いました。使用後に肌が突っ張ったりする感じもなくて良かったです。欲しいアイテムが入っている福袋は絶対買いだなと思いました。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。